動画をご覧の皆様、こんにちは。カリナイト広報担当の友安です。今回は3話サプライ製簡易液晶テレビディスプレイスタンドの組み立て設置方法を解説していきます。こちらは20インチから32インチ対応のカリナイトレンタル商品となっています。それでは取扱説明書に沿って組み立てていきます。まずはプレートをディスプレイの裏面に取り付けます。取り付けネジは M4 と M6 サイズが入っているので、ディスプレイに合うものをチョイスしてください。今回は IO データの27インチディスプレイを使いますので M4 ネジを使用します。プレートには穴が先彫りになっており、上下方向があります。狭い方を上にしてください。次に棚板にポールを取り付けます。棚板の位置を決めたら、六角レンチでしっかりと締め付けを行います。次にレッグフレームにポールを取り付けます。長い方を前にしてレッグフレームにポールをしっかりと差し込みます。ポールは解体がしやすいように引っ張ると抜ける仕様になっているのでご注意ください。次にポールを伸ばします。下のノブを緩め、ポールを伸ばします。調節後は、しっかりとノブを締め、上のノブも同様に伸ばし、任意の高さに調節してください。次に、ポールにブラケットを取り付けます。ポールの上下段のピンにブラケットを引っ掛けます。引っ掛ける位置を変えることで、ディスプレイの角度は5段階から選べます。垂直にしたい場合は2番目にしてください。最後にディスプレイに取り付けて完成です。ブラケットの爪にプレートの穴を引っ掛けていきます。この作業は必ず大人2人以上で行うようにしてください。角度調節と無段階の高さ調節で展示会やイベントなどで活躍すること間違いなし。気になった方はお気軽にお問い合わせくださいませ。こちらのチャンネルでは電子機器を中心にお役立ち情報を発信しています。少しでも気になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。